感じがしますね。はい、さあお待たせいたしました、3位決定戦の2試合目でございます。 GG ニュータイムセカンドブルーサイド、さあまずはグレースをバーンしている。さあ当然やはりイドリスはバーンされてくるわけですが、これに何かあるファーストピック、さあ何を用意しているか注目のロックインです。さあここですね、まあ、グレース自らバーンしたってことは、ね、ライダーが一番やっぱり狙いになってくるかな、もしくはランスになると思いますね。そうですね、ここライラー開けるとデトネーションゲームが取ってきそうですけど、さあここはライラーを獲得していきます。さあデトネーション、ここランスという選択がすごくいいと思いますね。プロジェクトキャリー構成のジャングルランスという可能性も残しつつ、キャプテンランスの可能性もあるので、うん、彼らならではのフレックスピック。さあここはファーストピックランスでしたね。さあそして何をバーンするかですけれども、まあプロジェクトキャリー構成を考えているのであれば、タカなどの番というのが非常にいいのかな、もしくはグレイブ、ブラックウェザーあたりの番というのがかなり効いてくるかなと思いますね。そうですね、レッドサイドだと、まあ、ここの2手目で晒してしまうので、そのプロジェクトキャリー構成かどうかっていうのを、 なのでここでタカはバーンしておかないと、ちょっとレッドサイドの、まあ、強みというのを生かしづらいですよね。そうですね、ただ選択肢のケストレル、相手のキャリーの選択肢の幅を狭める動きになりますね。そうですね、ダブそのプロテクトキャリー構成をやりますよっていう見え見えなピックではなくて、より幅広くプロテクトキャリーかもしれないし、ダブルレンジかもしれないし、ワンレンジワンメレーかもしれないよという全てに生かすために、まあ、単純に強力かつ、まあ、ジャングラーだろうとキャリーだろうと、活躍のできるキャラクター、そして南選手もオメガ選手も使いこなせるキャラクターというのを単純に消してきた形になりますね。なるほど。さあここの GG ニュータイムセカンドの番ですが、おっと自ら高番ですか。これはデトネーションはダブルレンジもやりやすくなりましたが、ただ GG ニュータイムセカンドも今回ダブルレンジをやりたいようなピック番だと。そうですよね、かなりやる気を感じますよね。さあしかしここはフレックスピックのブラックフェザーですね。さあどうしますかね、 GG ニュータイムセカンド、まあ、ほぼキャプテンランスが確定してしまいました。そうですね、キャプテンランス、ジャングルキャリー、ブラックフェザーどっちにするかなってところですけれども、かなりここ GG ニュータイムセカンドとしてはタカをバーンしたならばダブルレンジがいいんですが、ブラックエザーはうまく刺されているので、うん、ランスもねやはりダブルレンジには天敵の相手ではありますので、ライラ一人ではちょっと守るのは難しいというところで、まあ、ダブルレンジをやるかは難しいですね。一つをかわせればライラはすごく強いですし、ダブルレンジ活躍できますが、おっとスカイ、これはどちらで運用するかまだ分かりませんけれども、面白いピックですね。ジャングルスカイ、まあ、ウェポンブラックエザーの天敵であるジャングルスカイを出してきましたよね。なるほど、カウンターをちょっと意識してきたと。なので君はスカイがいるのにウェポンブラックエザーを使うのかいというような問いかけを相手に投げるような形にしましたね。なるほど、かなり使いづらくなったと思います、まあ、うん、そうですね、非常にねカウンターとして存在感を発揮するスカイですから、まあ、ちょっとデテンションゲーミングをピックに頭を悩ませるような動きを、波紋を投げかけるかのようなスカイピックでしたね。しかもライラもいて帝国の紋章も貼られて、窓結界も貼られてしまうので、よりこのブラックエザーはブリンク移動スキルが打てないというところで、さあ選んだのはジュールですね。いや幅広いピックをしましたね。ワンメレーワンレンジかつダブルレンジをやられても、まあブラックエザーをジャングルに置くと実質ダブルレンジのような形になっても対応できるし、レートゲームのハードキャリーを、例えばセレスなどのハードキャリーを置いたとしても、ウェポンブラックエザーはスカイが止めて、セレスはジュールが止めてというような形が取れているので、確かにこのピック高いないですし、かなり幅が狭くなりましたね、デテンションゲーミング。スカイのカウンターといえばやはりタカが一番最初に名前が上がるんですが、それがいないので、さあしかし選んだのはセレス、これはキャリーセレスになるかどうかというところですけど、ちょっとジャングルセレス、まあ、CP かぶりになりますからね。いやジャングルセレスキャリーのブラックエザーになると思いますけど、これかなりスカイが活躍する試合になりそうですね。スカイバーサセレスっていうのはやっぱりスカイの方が動きやすい印象もあるので、なるほど、まあ、またしてもジャングルを中心に見ていきたい試合ですね。さあデトネーションゲーミングバーサス GG ニュータイプセカンドいきましょう。試合スタートです。さあ始まりました、ブルーサイドが GG ニュータイプセカンドとなっております。スカイがね非常に暴れやすい環境ということになっておりますので、このビビクイズがスカイを捕まえれるかどうかというところも注目の鍵になる。そしてジュールもスカイもかなりレートが強いヒーローということになっておりますのでね、そこも、楽しみなポイントとなっておりますね。さあまずジャングルの周回に関しては、そうですね、スーパーセル選手面白いとこ入ってますけども、お互いジャングル裏から軽い動きになりましたね。さあスーパーセル、ここでビビクイズがいないことは分かっていましたが、なんとここにいたビビクイズ、ただそこではなかったという感じですね。今のはトライに、さあこれはかなりまあ意外だったんじゃないでしょうか。テイクの紋章もない状態ですので、このダメージが、ただ湧いてきましたね紋章が。さあこれオメガも乗っているが、さあサンダーストライクから取っていますので、まああまり無理はできない状況だが、さあ
ただこの時間帯っていうのは南選手がかなり強いんですよね。レベル1のスカイっていうのは、まあ、あの移動速度を通常攻撃で当てながら移動速度を上げてフォワードバラージでダメージを出すことがすごくやりやすくなっているので、まあ、それもターゲットの変更で若干弱くはなったんですけれども、まあ、以前同様、まだレベル1、特にブラックウェザーなどはかなり厳しいと思うので、はいはいはい、まあ、今の GG ニュータイプセカンドはやはり有利を取ってジャングル下に降りてきたのでエルダーをしっかり獲得できましたね。なるほど。さあ序盤のエルダートレントをしっかり獲得したのは GG ニュータイプセカンドですが、回復プラス全面走行によってオメガ全く削れないですね。うん、そしてメレヒーローのブラックウェザーですからほとんどこの時間帯ダメージ出ないですからね。ハラスも、まあ、この2体のレーニングに関してはほとんど不毛な争いしか起こらないと思うので、キルになるような動きっていうのは、まあ、タツキのセレスのコア崩壊が当たったりとか CC チェインですよね。そうですね、一つからのコア崩壊ワンバーストとか、あとは逆にロケットリープとかですかね。ロケットリープで踏んだところに南が飛んできて首里ストライクが多く当たってしまってバーストなんていうことしかないと思うので、まあ、狙いはそうですね、スーパーセルのライラから狙った方がデトネーションとしてはいいかなと思いますし、まあ、ライラ対策にはよくある動きですよね。逆にデトネーション側もビビノイヤルにダメージを与えようとしても守護者の契約を使われることが多いので、狙うならクイズにある程度ダメージを集めた方がいいかなと思いますね。なるほど。さあそういったところを見ながら上のレーニング戦というところを注目していきたい。ビビロイヤルに対してダメージを集めていますが、さあビビクイズ剥がれているが、さあ南の方に寄っているが、さあ一つうまく避けている。さあそしてビビクイズを土台に逃げていく。さあしかしタツキどうだ、ブーツを使いましたが、さあ今度は逆にロケットリープからオメガもう逃げられない状態になっているが、さあ後ろから殴られてしまっている、背面走行というような状態になっているが、さあどうだ、しかし南がダメージをフォローしている。さあ外車の壁で、さあうまく避けました、シュートを決めているが、さあしかしオメガを落としているのはビビロイヤル。バーストブラッドを獲得したのでクイズが足りなかった。帝国の紋章でクイズどうですか、これクイズが誰も落とせない状況だが、さあ回復取れなかった、うまく避けているが、避けたか、しかしどうだ、耐え通常ですかね、ここはタツキの通常です。南スカイいい動きだったんですけれども、結果的にはうまくデトネーションが3分割していたので、いやまあ本当に競技シーンのデータのない南のスカイでしたけど、思った以上にクオリティが高い。やはりまあ同じ仲間のムクのね、スカイを見ているだけあるのかなと思いますけど、まやっぱり元キャリー出身の選手ってところでやっぱりレンジの立ち回りはすごい、距離感のつかみ方や相手のスキルを見てから飛び込むタイミングとかもすごくうまいですよね。しっかりコア崩壊を置いたのを、ガイシャの後のコア崩壊見てから処理ストライクで避けてフォワードバラージでダメージを出したり、そういったところの動きも非常に丁寧だったの で、 そうです、ね、ちょっと期待は持てる動きになったと思いますが、まあ、軍配は上がったのでデトネーションゲーミング側でしたね。いやまあ非常に惜しい集団戦ではありましたね。まあ、ちょっとジュールとブラックウェザーの差が出たかなというふうに思いましたね。この時間帯ジュール確かに1-1で殴り合えれば強いんですけれども、セレスに対してはスタンで踏みつけないとちょっときついので、ですね、この時間でちょっとロケットリープが決まんないとちょっともうあとやることっていうのはサンダーストライクのみですから、ちょっと厳しいですよね。サンダーストライクよりも圧倒的に相手のスキルの方が射程長いですから。さあ南がここでビビロイヤに対してダメージを出していく。いいダメージ、十分なハラスになっています。これターゲットついているときスカイ依然としてダメージが非常に高いですね。さあもうジャングルも活性化したタイミングですので、お互いのジャングラーがねそろそろ上でね大きく滞在するような時間になってくると思います。特にタツキセレスはどんどん上に来るかなという、ね、自前でフレア持ってましたね、ヘリオジェネスもあるのに。そうですね、その視界の確保というところかなり強く意識してますよね、タツキ選手このチャンピオンシップ。そうですね、やはりもったいないやられ方をしないというのを、気持ちがね感じますよね。そうですね、もったいないミスからのキル、ソロキルなんていうのはやっぱりジャングル内の勢力図というのが大きくそこから変わるので、まあ、そういったもったいないミスをとにかくしないために視界というもので相手の場所をチェックするというところでかなりこうセーフティーな動きを考えているように見えますよね。25ゴールドで命が守れるのであれば安いですよね。まあ、その通りだと思います。そういう言葉を言っている選手も多くいるので、まあ、その通りだと思いますね。やっぱり命を守るのに25ゴールドでいいんだったらそれは何本でも買いますよ。まあそうですね、はした金を惜しまずにそう命は大切にしていこうというようなところですね。まあ、その1本の25ゴールドで命を守るのとデスを相手にキルを与えて200ゴールド相手に与えるのはどっちがいいですかって当たり前ですけど、25ゴールド払った方がいいですからね。まあ、そういうセーフティーな動きを心がけるにはいい動きだと思います。さあかなり慎重な動きが目立ちますが、ここで、オメガもサローブレードかなりいいダメージが出るところ、南もフロストバーン持ってますが、さあここは逃げの
壁抜けの形でロケットリープを使っていきます。でタレットには強くかけつつ、そうですね、大きいヘリをしっかりと爆発させてのダメージと、短い射程でもしっかりダメージ出しています。オメガに対してヒットしている。さあロケットリープ上がるの時間かかりますから、ここまでは一方的にやられる時間になります。あと5秒。さあこのポークを耐えていきたい。さあターゲットもつけれませんので、思ったよりダメージは出ないが、ロケットリープは上がりましたよ。さあここで前に出過ぎてるタスキを咎めたいところであるが、さあビビロイヤルが逆に南を狙っていく。さあデスワーブ、ここが復活だがロケットリープ、さあ下に反応に出してしまった。そしてブーツも合わせている。さあビッグレッドボタン、いいダメージ入っているが、ここで再生の泉、ウェポンジュールのビッグレッドボタンでした。かなり決めているが、さあ南もここがシュリストライクで下がる。ビビロイヤルに対してダメージ出したいが、いやしっかり入っているんですが、お互い再生は切らした状態となると、フリーのタツキがダメージを出してしまうというところでしたね。ブーツもなかったですからね。オメガ選手下がることというのが難しかった。さあここは1キロ獲得しました、デゼンションゲーミング。これによってトレントプラスミニオン、さらに上では戦いが起きているが、どうだ、ボディブロックしっかりされているのでダメージが通らない。そうですね、ターゲットついているのはビビロイヤルですから、クイズに対してあまりダメージが出ない。ビビロイヤルにおそらくフォワードバラージ当たっていて、今の感じだと倒せていてもおかしくなかったと思うので、今のはナイスボディブロックだったと思いますね。さあここまではデトネーションゲーミングがリードし続けている状態。まあ GG ニュータイプセカンド側はレートヒーローを固めているので問題ない、まあ、投資ではありますね。まあそうですけれども、お互い後半強い構成ではあるので、セレスもねバカになりませんからね。そうなんですよね、セレス VS スカイっていうのはあのターゲットがつけれればスカイの方が強いんですけれども、ターゲットつけられない距離からずっと殴れれば圧倒的にセレスの方が強いので、はいはいはい、まあ、いわゆるセレススカイどっちが強いの論争結構あると思うんですけど、個人的にやっぱりその状況によるとしか言いようがないですかね。さあデスモアボだが、さあ当たっているビビロイヤに対してかなりダメージを打ってるが、ロケットリーパー上に打ってしまっている。さあここはビッグレッドボタン、タツキにはかなりヒットしているが、しかし8レベルになったここでタツキかなりの圧力、これがセレスマウント、かなりのダメージです。さあこれによって退くしかありません、 GG ニュータイプセカンド。だがそれでも負けじとハラスはしているが、ミニオン枯れればオメガも回復するので、いやータスキが活かせません、スーパーセルを活かせない。さあそしてトレントカルト、まだ上にも行けるか、いやータスキはまだ来るでしょう、これレベル8インフュージョン最高の。さあしかしこれはセパレートしてるような形だが、エナジーがないぞ、ターゲットつけているがどうだ、デスワンはこれはギリギリ当たらない、視界がないか、いやしかしよく当てるタスキ、下も見ています。さあそしてオメガに対してもうまくロケットリープで避けていきましたが、やはりタスキのマウントが厳しい状況。レベル8インフュージョンセレス最強の時間帯ですかね、今もう最もパワースパイクの持ち替えている油の乗った時間帯しっかり活かしてきますね。いや少ないエナジーでしたが、それをやりくりしてかなりダメージ叩き出してましたね。ただでただ GG ニュータイプセカンドもよくよく誰も失わずに、そしてタレットも失わずに耐えたとは思いますね。うん、確かに GG ニュータイプ側も褒めるべき。結果的には何の被害もないので、ええ、まあ、ミニオントレント奪われたくらいの差しかないので、全然そんなに大きな損失にはなってないですよね。お金さんも 2K 差を維持できているので、まだまだここからオメガが育って、南が育って逆転ということも考えられるので、そうですね、よく耐えたと思いますね、あのタツキのもうずっと遠距離がダメージを出してマウント状態から。さあロケットリープでフォローしているビッグレッドボタン、さあミニオンウェーブを処理するような形が少しずれてしまっている。さあこれによってミニオンは処理できていないが、いやースーパーセルから狙われている、スーパーセルに対しての圧力、さらにヘリオジネスでファースタルト強引にさらに一つが入っているが、ミナミがフォローしているが、ビビロイヤル前に出ていますがどうだ、ミナミに対してダメージを出しているが、さあしかしタツキはフリーなのは依然変わらず、しかしスーパーセルが全てのダメージを受けきるような形になっているが、オメガは右に逃げたのでこれはまあ倒されますが、どうだロケットリープが上がっているが、踏めるか、当たっていればですが避けられてしまっている。サンダーストライクで落としきれるか、うまくカイティングのような形をしていましたが、それでもサンダーストライクを打つチャンスがありませんでした。当たっていればワンチャンス相打ちがあったかなといったところでしたね。でしたね。ただオメガよく時間を稼いだので、いやしかしうまくずらされましたね。クイズもしっかりフォローアップに来たので、とこれまだ狙いたいところだが、しかしビビロイヤルがいます、うん、これ以上は行きたくないですね。いやさあファーストタレットはおられてしまいましたね。一進一退の攻防という感じですね。ただ
まだまだどちら勝ってもおかしくないような動きが続いていると思います、まあ、上での戦いは当然セレスの方が強いですから、今ここまでよく検討したと言うべきなんでしょうか。10分までなんとか時間を延ばすことは成功しましたね。ビルドもだいぶ進めてはいるので、特にオメガ選手はね、2つ目のアイテムが完成して3つ目に向かっているところで、まあ、最低限度のアイテムというものは少しずつ完成してきているので、やはりタツキに触れればバースは出せるというのはさっきの集団戦で分かりましたね。あとは南の成長を待つばかりです。まあ本当ロケットリープが当たれば、タツキに当たれば勝てますね、 GG ネタルセカンドは。そこにも注目していきたいですね。イニシエートをね、セレスを捕まえるためにどうイニシエートしていくのかというところが当然ね、この時間帯以降の課題になってくると思います。どういったイニシエートを見せてくれるかを楽しみにしていきたいですね。まあライラから狙われている今の形をちょっと崩したいですよね。この形取られるとスーパーセルは強気にその魔導の扉を打つことができなくなるので、そうなるとせっかくの相手に距離を詰める、一瞬で距離を詰めるスキルである魔導の扉をうまく使うことができないので、魔導の扉は、まあ、当然ね、3人の準備がねしっかり整っていないとできない、まあ、仕掛け方ですから、まあ、タツキがねこうやってスーパーセルを狙うことで、まあ、陣形を崩すという意味合いもあると思います。そうなんですよね、まあ、魔導の扉飛び込んだ瞬間にビビロイヤルとタツキにフォーカスをされると思うので、まあ、ある程度 HP を残した状態で飛び込みたいですよね。さあなんとかトレントは守りきりました。南さあどん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 ファーミングしていきたい。これでブロックミス完成。さあここでリコール、オメガはせずにセカンドタレントを守ることにしました。さあこのタツキのマウント耐えていきたい。ビッグレッドボタンでミニオンウェーブ処理、いいですね。まずワンウェーブ目はこれで耐えて、さあここで南を合流しましたが、タツキのダメージがやはり大きい。スーパーセルに対しても大きなダメージが入っています。さあビビロイヤルもオンポイントで応戦。さあしかしビビクイズにも対してもいいダメージが入っているが、デスボマブ当たっているビビロイヤルだが合わせられない。南が大きなダメージをもらってしまっているので、さあかなり苦しい。さあこのタツキのマウント状態、さあしかしエナジーがないですね。セレス、イーボブハーベストだけではこの連投は耐えられないが、さあリコールさせてしまうともったいないが、リコールをしてしまいます。さあビビロイヤルだけ阻害するような形だが、しかし当たるにはちょっと苦しそうですが、おっといきますか。窓の扉いいんだが、さあ外周の壁でフォローしている。さあ当たらず健康もかかります。これは無理ですね。さあここは仕切り直しになりそうです。まあ、なんとかセカンドタレントは守ったという結果になりました。そうですね、集団戦をしたい GG ニュータイプセカンドとしては、その一方的にタレット CG 殴られておられるっていう形は一番最悪の形なので、まあ、ずる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 タレットだけを持っていかれて何の有利も取れないって形になってしまうと思うので、それを一番避けるためにまずタレットを守りながら反撃を伺うというのが今のところはいい形ができていると思うので、さあ南ブロックミスを積んでからようやくインフュージョンも完成です。さあビッグレッドボタンで処理をして、ただ2ウェーブ目がすぐ来る、一瞬で来ています。さあ南を合流できました が、さあ強引にセカンドタレントを追っていく選択。さあどうだ、デスワームで動きを止めている。タツキに当たっているぞ、すごいダメージ、かなりダメージだが、さあブーツインからオメガサンダーストライク当てますが落としきれず、さあここ一つはブロックしましたがソーラーストーム決めている、オメガ正面で受けてもこのダメージ。さあそして南はビビロイヤルがしっかり見ているが、ビビクイズをもう耐えられず、おっとよく耐えているビビクイズは生き残りましたが、さあどうだ、しかしタツキがフリーだが、ビビロイヤルうまく狙っているが、だがバラージを避けられてしまう。スーパーセルから落とされてしまいます。デスオアバブはここは動きを止めているが、さあしかしここはヘリオジェンスでセカンドタレットを折られてしまいます。よく粘りましたが、それでも折ったのはデトネーションゲーミング。いやタツキをしっかり守りましたね。ナイスガイシアランスでしたね。飛び込もうとした前傾姿勢の適応をガイシアでしっかりと守ったことによって、まあ、タツキが距離を取る時間が作れて、ソーラーストーンも栄勝するだけの時間が作れました。ここ南非常にうまかった。よく捕まえたんですけど、ね、ターゲットもかかってないのにこれだけダメージを出せたのはすごいですよね。してこの後ですね、ここでガイシアでタツキがすごく後方がダメージを出しているので、まあもう飛んでくるの見えた瞬間にウルトを打っている、まあ、余裕ができたというところでしたね。ただやはりブラックエザー対スカイは、まあ、これイーボーバーベスがなくてこの状況なので、これイーボーバーベスまで南ができたら、これ圧倒的にスカイの方がやはり強いなという、ちょっと怖いですよね、感じますよね。だいぶ南がねちょっと片鱗を見せてきたなというような動きを感じます。だいぶそうですね、暴れているので南スカイはちょっとここからのねうかうかはしてられませんね。リードはだいぶ取っているんですけれども、まだまだ安心できない、まあ、デトネーションとしても安心する時間はないと思いますね。ワンミスでスカイに全てを滅ぼされてもおかしくない。オメガも非常にダメージ出ますからね。トルネードトリガーをね次は積むと思いますけれども、さあこのローテーション見えている。地雷が処理できませんね。
ここの地雷クイズ選手かなりよく置くんですけど VG8 の中でも、まあ、リーグの時からやってるんですけどなかなかやっぱりあそこを処理するっていうのは難しいんですよね。うん、こういったリアルタイムの動きでねそういった動きをねしっかりカンパスの難しいデスワーブ。さあクイズからだいぶ溶かしていますけれども、さあどうだ窓の扉からのイニシエイトというところも注目していきたいが、さあ一つはクルシブでブロックしているが、さあ先にスーパーセルがフォーカスされる。これは逃げになるがビビロヤオンポイント当てている。さあ完璧に捕まえ切りましたがビビクイズもそれでスタンガイシアがしっかり合わせている。さあここはビビロイヤルのトリプルキルで3戦のエースを獲得していったのはデトネーションゲーミング。これは終わらせに行きたいような動きになってますね。いや今のもまたしてもガイシア完全にデトネーションゲーミング退路のない形のねイニシエイトだったんですけど、後ろからねタツキしっかりダメージ出していたので、まあ、一気に落としきることできましたね。いやータレットにガイシア当ててそこにタツキがダメージをしっかりと出したのでとんでもないダメージ出てましたね。そうですね、それがスーパーセルからフォーカス察する動き、ね、これがライラの難しさなんですよね。自分から狙われた時に自分を守るスキルというのはないので、ここもまずワンガイシアで窓の扉乗ってオンポイントからフェイントハート、そしてここですよね、このアトラスの健康からのガイシアに。いやここ難しいガイシアですね。すごいガイシアですよね。難しいですねこれは。本当にガイシアの範囲が分かってないと当たらないと思うんですけど、どんな角度でガイシアを打てばあれは差になるのかというところでしたね。そうなんですよね、こう奥目にやると奥に飛ばしてしまう可能性があるけど、単純にまっすぐ飛んでしまいますよね。ただ左にやると範囲が当たらない可能性があるので、もうおそらく斜め左奥くらいのかなり絶妙な角度じゃないと当たらない会社だったと思うんですけど、東南東みたいなところですよね。そうですね、本当16方位くらいの細かい方位じゃないと当たらないかなっていうくらい細かい会社だと思います。見せた会社の壁でしたね。素晴らしい会社だと思います。さあこれによって圧倒的リードのままクラーケンを抱えているセレスもいるので、さあこれはもう当たるしかありませんが、さあ一つはうまく避けていくが、まあ、まずはしっかりとクラーケンを削る動きはよくできてるんですが、これ当たらないと自利品なだけだぞ。さあ窓を結界で動きを止めて、ナイス足止め、ナイスが足止めを回ってしまっている。オメガはもう逃げるしかないか。さあクラーケンの体力半分ぐらいといったところ、さあビビロイヤだけを止めていきたい。タツキが後ろから圧力をかけている。さあビビロイヤにもダメージが当たりません。ここで集団戦を起こされている。さあとなるとタツキがフリーになっている。この間にクラケをさあビビロイヤル、いやしかしビビクイズがやられてしまっているが、窓の扉をうまく利用したビビロイヤル。さあしかもヘリオジェンス、なんというダメージだ。おっと2人落としてる。一瞬で落ちましたね。となってしまってこのままエンドイットと。さあやはりちょっとイニシエイトをもうちょっと早くしておかないとというようなところでしたね。いやまあもうちょっとそういう話じゃないくらいの差になってたのは間違いないと思いますね。なので、まあ、ここはしっかりとその中盤レベル8の段階、やっぱりターニングポイントどこだったかという